私を見て笑ってなかった？そんなはずないじゃない。人を揺らめく炎が見せた錯覚じゃないかな。助かったからいいけど。お姉ちゃんが助かってよかった。ここがお父さんがいる病院だよ。行こう。そこがお父さんのいる部屋だよ。下ろして。大丈夫？大丈夫だよ。お父さん、お姉ちゃんが帰ってきたよ。なんだって？
らね、私が言った通りお姉ちゃん生きてたでしょ。ああそうだな、美穂の言う通りだったな。美穂、お姉ちゃんたちに飲み物を持ってきてあげなさい。うん、巻き込んでしまったようで申し訳ない。あの子の姉は1週間前に亡くなりました。交通事故でした。私と一緒に交差点を渡っている時に暴走してきた車に。私は助かったのですが、姉の方は打ちどころが悪く、そのまま息を引き取りました。美穂には何度か説明したのですが、信じようとしませんでした。今もどこかで生きているはずだと言い続けて、毎日夜遅くまで姉を探し、確かに似ている。美穂があなたを姉だと言い張る気持ちはよくわかる。確かにユキそっくりだわ。美穂ちゃんはお姉さんのことが、いつも姉にくっついて、しかしあの日は美穂の誕生日プレゼントを買うために、そこで事故に。私が娘さんをここまでおぶって連れてきたんですが。ああ、これは気がつきませんでした。娘をここまで送っていただいたお礼です。お父さん、ジュース買ってきたよ。私たちこれで失礼します。ああ、そうですか。え、もう行っちゃうの？夜遅いからね。どうもありがとうございました。また来てね、きっとだよ。わかったわ。美穂ちゃんにとってお姉さんは。何でもないわ。さあ行きましょう。